2024年7月28日ヤクルト戦。打線は初回3連打で幸先よく先制。3回には坂倉選手の2点タイムリーで3点をリードするも、先発の栗選手は2本のホームランを浴びるなど3失点で同点を許してしまう。それでも坂倉選手の3打点目となるソロ本塁打で勝ち越すと、1点リードで最終回。守護神栗林選手は先頭に安打を許すと、サヨナラのピンチを背負い、痛恨の2点サヨナラタイムリーを浴びて敗戦。ヤクルトの粘りにやられてひもったな。そんな悔しいサヨナラ負けとなった一戦にファンの反応はというと、栗林今シーズン初めてのセーブシチュエーション失敗か。悔しい。でもまた神宮で覚えてるよ。栗林で打たれるなら諦めもつく釈迦羽根と勝負したくなかったし仕方ないね。坂倉は絶好調で高弘くんにもタイムリー出たしよかった。栗が心配かな。絶対勝てる流れだったのに落としたのは今後にすごい響いてくるよ。個人的には長岡勝負に挑んだことより、中村隆弘に代打上本が意味不明すぎる。どうせ守備固めするんなら隆弘に打席上げてもよかったのでは。打たれたボール全部フォークなのが少し心残りある。捕手が相澤ならどうなっていたのかなって思っちゃった。こんな試合じゃ優勝は難しいね。まず優勝って豪語するなら補強をしてほしいよね。いくら投手が良くても点を取れなければ勝てないよ。金曜栗林で締めたけど今日はやり返されましたな。疲れからか最近調子悪そうだけど、かといって調整してきてって言えるほど余裕がないのも事実。半抑えもありか。栗林この前3球で抑えてたとはいえやった状態よろしくないよな。半あたりに一旦9回任せてリフレッシュマッシュを考えんといかんかもな。火曜日から地元6連戦だ。全無効。末金戻るまで踏ん張れ。勝ちパターン投入でサヨナラ負けはかなりダメージは大きいけど、このままズルズル行くわけにもいかないから、来週しっかり切り替えてカード勝ち越しを増やしていきたいね。もちろんじゃわい。負けてられんじゃい。暑い日が続くけど怪我なく乗り越えていきたいね。ということで、さよなら負けした一戦でした。